大阪の府市再編について、現在大阪府では大阪市を解体し、大阪都構想に向けて特別区を設置しようとしております。この5月17日には大阪市内で住民投票も行われます。我々大阪維新の会は、大阪市大阪府の二重行政を解消し、住民サービスへもっともっと予算を回せる、そのような政治を考えております。大阪市が解体されることによって不安に思う方もたくさんおられるとは思います。しかし実際のところ、大阪市役所等のサービスも変わることはございません。また職員の皆さんもそのまま続けて働いていただくことができます。この住民投票後、2017年に住民投票で可決ということになれば、大阪市は5つの特別区に再編され、新生大阪府として皆さんと共に歩んでいこうと思っております。